阿保氏、阿保氏は、武蔵七等島の一角を占める、武士団である担当を構成する氏族。秩父綱坊の次男である、安保ポ公が、シ祖であり、本願地は、武蔵国上郡安保グ教で、現在の埼玉県上川町大和元阿保ア上カに館を構えた。菩提寺は、安保山吉祥院新興寺で、シ祖ミ公ウ建立と伝えられる。ミ公は、 一の谷の戦いをはじめ、欧州合戦にも参戦した武将だが、上級の乱の時、宇治川にて討ち死にした。その後、阿保氏の総領家は、鎌倉幕府の崩壊に伴い、北条氏と共に滅んだ。総領家が滅んだ後、足利高氏の先人で勲功のあった分家筋で、ある阿保光康が給料を与えられ、総領家の後を継ぐこととなる。 三谷の子である直ザは不幸者とされたため、僧侶家の所領を得られず、三谷の後は大気が継ぐこととなった。直ザは雪春院を1320年に婚流している。一方、大気は大恩寺を婚流したが、近世になると廃寺となった。大気後は南北朝の動乱もあり、所領の没収と還付を繰り返すこととなる。担当は南朝に属していたが、 アボ氏は、足利氏イコール北朝に属して戦ったため、他の士族と違い、所領を長く維持することに成功している。戦国期では、はじめ上杉司法であったが、最終的には、後法上司法に属し、従えている。戦国期のアボ氏は、在地土豪を家臣団として編成し、正大名的な存在にまでなっていたが、a 6十2年。 武田信玄の御嶽城攻略を最後に姿を消すこととなる。二代以降は分家筋の流れを記載す。阿保市の所領は、本願地である安保郷を中心に始まり、中世を通して拡大していった。武蔵国内での所領は、小玉郡の塩谷郷、長慶郷、宮内郷、大田村、昼川郷、悪元郷、縁岡里、と、秩父郡の三沢村、長田郷、大河原郷。 王子沢村、岩田号、白鳥号、井戸座と、半沢郡の滝瀬号、奇載部、大井号、成田座の箱田村、平戸村である。阿保市の一族は、信濃国、出羽国、備中国、張間国、道の区国にも所領を得ている。ありがとうございます。